コメント来てたん。しりとりでパーティー作った編成で優勝してほしいです。やってやりますよ。左からメリオダス、スカジ、じいちゃん、んじゃめな。強すぎる。いやそこは惜しいんよ。危ねえ。それではいきましょう。おじいちゃんスイッチか。いやーお父さんスイッチ強えな。最強。結論、小学校の時みんなんじゃめなって使ったよね。ハローエブリワン、フォーエグザンポー、どうもコースです。ということで今回はですね、新しい LR のグロキシニア聞きましたので、そちらを僕の大好きな編成で使っていこうと思います。ということで編成はこちらですね。朝メリパーティーにグロキシニアをぶち込んで使っていこうと思います。でグロキシニアが LR 進化したんですけれども、生き残っている味方1人につき味方の防御関連が 10% ずつ増加し、戦闘不能になった味方1人につき味方の攻撃関連能力が 10% ずつ増加する。また出血効果にかかっている敵のクリティカル確率が 30%、 クリティカルダメージが 40% 減少するということで、こちらはね、普通に何のパーティーでも使えるので、これで朝メリーパー使っていこうと思います。でこの生物効果がね、妖精パで使うと強くて、 PVP で戦闘に参加している妖精族の味方1人につき味方妖精族の味方の基本ステータスが 5% ずつ増加する。また全ての敵にかかっているデバフ効果1個につき妖精族の味方のクリティカル確率が 5%、 クリティカルダメージが 10% ずつ増加するということで、こちらの生物もかなり強いです。ということでやっていきましょう。それではやっていきまーしょう。やばい、ちょっと動画で撮ってなかったんだけど、今ボッティさんに会いました。これ朝べり対朝べりやん。いやこれ動画先出されるんちゃう。これオッケーオッケー、硬い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 、耐えていく。まあ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 、とりあえずこれ一発ぶちかましいの、これ一発ぶちかましいの倒した状態で、いやこれいけっかな。もう魔人王はいいや、これでいいや。オッケー、倒す、いけいけ、グロキシニアいけ。オッケー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 、まだあるまだあるまだある、全然あるぞ全然あるぞ。まあ朝メリ落としに来るだろうな、これはしゃあない。いやー耐えないかあそこ。いやでもこっちまで攻撃禁止ありきますからね。攻撃禁止ぶちかましいの切断で出血、頼む。よし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 、これいけたんじゃない、これ耐えろ。うわマジか、うっいや楽しかった、ありがとうございました。はいオッケー。ちょっと僕気づいちゃいましてね、エスタの怪言発動してたら朝メリのバフも取れちゃうので、この流れでいきます。うお妖精パだ、いいんじゃないの。じゃあ初手はまあ適当な感じでいきましょうか。はい姫氏ね、なるほど、オッケー。え強っ。まあちょっと勘弁してほしいんですけど、ここはどうしよっかな。あオッケーオッケー、キングこのままやれそうではないけど、これで攻撃禁止しとくか。割れるか、あここは割れるね、オッケーオッケー。愚かす、やばい、グロキシには割れなかった、大丈夫オッケー。じゃあ一発割って、こいつについてんのかな？あ、オッケー。こいつに新タルついてる。一発割って、もう一発割って、朝メリ全体。え、硬っ！マジで？めちゃめちゃ硬いやん！ちょっとこれでいきましょう。オッケー、強いグロキシニア。あぶねえあぶねえ、よし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 、素晴らしい。おっなんだこれは。なるほどね、はい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 、バンを使ったやつね、グロキシニア狙いか。いや落ちないよグロキシニア。
え、朝メリ狙い？マジ？こんな感じでいきましょうか。オッケー、ナイス、割れる。いいよ。オッケー？いや、さすがにね、朝メリには落とせんよ、多分。これでどんどんステータスも上がってきますから。オッケー、硬すぎー硬すぎー。あ、ちなみに、装備は猛攻不屈ですね。猛攻不屈。いや、素晴らしいな、ほんと。ちょっとこれ楽しすぎるぞ、この朝メリパ。いいね。オッケーオッケーオッケー。三色つけばこっちのもん。うるさいっす。強い。裏からマジメリ。攻撃禁止とか来なければ全然余裕だよな。ああ、マジメリね。なるほど。オッケー。マジで硬い。うわ、不明か。嫌だな、不明。めっちゃ嫌だな。もう必殺貯めてこ。マジで嫌なんで。いいよ。強いよ。オッケーオッケーオッケー。グロキシには狙ってきてくれんの？いいんすか？まあ全体回復しといて必殺貯めて、ここちょっと、あれ入れときましょう。はい、強ーい。はい、強ーい。気にしないで。え、そこでいいの？めちゃめちゃ硬いよ、グロキシニア。よし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 。じゃあ、エスタぶっかまし、アサメリぶっかまし、で、これ、バフ、デバフ、スキル、やつ。いけ！エビホーン！ありがとうございました。マジで強い。ちょっと、最強。ちょっとアサメリの火力を確かめるためにこれちょっと攻撃飯でいこうと思います。一回、お、純粋魔人ね。上取っちゃうんか。まあまあまあ、いいとしましょうか。ここは例のごとくこれでいきましょう。まずは魔人王を倒すために。オッケー。じゃあ一発ぶちかまして、一発、もう一発。あ、オッケー。うわー、そこ狙ってくるか。まあまあ、しゃあないしゃあない。これはあとは朝メリに任せよう。大丈夫だよな。勝った、ガチ勝て。まあ一応これでいきましょうか。はい、強い。いやー、えぐ。オッケー、大丈夫。グロキは強い。マジで硬いな、こいつ。いや、これはいける。絶対いける。自分を信じろ。レッツゴー！強い強い強い！うるさいっす！強いよ。グロキシンジはマジ強い。ありがとうございましたということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回新しいグロキシニアを LR してね、使っていったんですけれども、アサメリパでも十分強いので、また編成の幅が広がって、グラクロ楽しくなると思います。皆さん、ぜひ、これで試してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、次の動画まで、うの、ど、ストレス !Thank you! ということで、ちょっと、LR グロキシニアでまた朝メリが強くなる。もう素晴らしいですね。こういうね、昔のキャラが輝く環境は僕大好きなので、素晴らしい。グラクロ運営さん、ありがとうございます。ダイヤ1500個だけ後で送っといてください。ということで皆さん、おやすみ。